はいどうも、えー、イズログイズです。えっ、ー、と、今、このテストプレイっていうか、まあ、開封して1回目の初プレイと、えっ、ー、と、ざっと気になったゲームだけをプレイするっていう動画撮り終わったんですが、が、なんかね、何度もやってるんだけど、なんか僕のコマンド入力が悪いとも思えなく、かつ、これバグなんじゃないか、 か、わかんないけれども、一をとりあえずこの付属品の、えー、コントローラー、もしくは、えー、まあ、レ,レバーと付いてる6つのボタンでやってみた結果、どう、あが <coughs> いてもできないバグみたいなものみたい、えー、バグみたいなものがちょっと出てきたんで、一つだけ報告します。まあ、この、 えー、レトロゲームプラス、レトロアーケードプラスのファイナルファイトのアーケード版の方ですね。なんかね、どう頑張ってタイミングを何回もね、パンチとジャンプを両方押すとメガクラッシュが出るはずなんですよ。でも、今プレイした感じ、どう頑張ってもね、メガクラッシュが出ないっす。ファイナルファイトの。 で、それと同様に、キャプコマの、あーと、ごめん、えー、キャプテンコマンドのメガクラッシュも出ませんでした。一回はショーの、ショーのメガクラが一回出ただけで、それ以降が出なかったんですよ。でも、パンチというか攻撃ボタンとジャンプボタンの同情しで、そこまで、えー、でも俺そこまでコマンド入力下手くそなのかっていう疑問もあるけど、 だって、これだよ、これ、これ。同時押しでしょいや、でも、これで、そこまでで、メガクラが出ないっていうのも、ちょっとね、考えにくいんよ。だから、ちょっと、まあ、あとは、アケコン、ちょっとあっちつなげて、まあ、この後も動作確認はするけど、ちょっとね、怪しいね。怪しいと思う。 部分はちょっといくつかあります。なのでちょっと続報を待っておいてください。まあ、イズログした。